あれどうしよっか。焼く？いやせっかくだから。これ？うん。これをじゃあこっちで。そうだね。ちょっと一回持っていくか。から。うん、そうだね。じゃあ北さん、ちょっと一回焼いてみてください。はいよ。これ重いですね。重いですね。重いです。重いですよ。うえー。ありがとうございます。イエーイ。楽しいね。重さは重か。重さはこれ何？え、2キロぐらいあるんじゃないの？え、わかんない。2キロってどれぐらいだっけ？北山さんってあんまりプライベートとも変わらないですかね。こう今テレビ。いつは。うわすごい。すごい。そうですね、基本的には変わんないかな。すんごいね。もう結構まんまだなっていう感じはありましたね。でっか。あ、やば。でっか。ちょっと何してんの。あ、アルミホイル。腕、手巻くの。いや、嘘。え、そんなことしたっけ。お前もトマホークになっちゃうから。違う。あ、効力は、効力は。ボケるな。ボケる。あ、違う。何手に置くの。なんでこう、どうしてこうどうしてトマホークってこうでしょ。え、そうなの。北山さんのが年上。一つ、はい。お兄さん。お兄さんですね。お兄さんっぽいとこあります。やばいわ。ねえ、あの気遣いはすごいですね。気配り。気遣い。こう、うん、あるなあるなってあれですけど、あと優しいですよやっぱり。優しい。はい、すごい優しい。そうですね。今もなんかやってくれてますもんね。ねえ。行くよ。いやー。あ、抜けちゃった。なんで抜いていいんじゃないの？だってどうやって返すの？手で返すんだから。トングだ。重てぇぜ。重てぇぜ。うるさ。あいつうるさ。しよ。これ先カットしちゃっていいの？お、ゆうちゃんがカットしてくれる。ありがとう。でも二人バーベキューマスターでしょ、だから。だから焼いて食ってるだけだよ、いつも。最高だね。うん、めっちゃいい。うん、呼んでよ。行きたい。やろうよ。うん。タコも食べちゃうね。どうぞ。うん、もうね、ちょっとタレでいってみよう。ちょっと教えて。何？味。オッケー。いただきます。うん。うん。うん。そうだ。運ばっかだな。うまい。ちょ、リュウちゃんにちょっとやってもらおうよ。いや、そんなのやんないから。リュウちゃんちょっと。リュウちゃんは。あのレモンソースのさ、うん、どんな味かちょっと。食べた後、目線ください。はい。こっちの方がいいよね。結構大きいの。ああね。グー。グー。グーだ。よし、じゃあカズマ行ってみようか。最後何も残ってないし。いや、あるのある。いただきます。はい。うざ。あ。レモンのね、酸味とね、ニンニクの、ニンニク聞いてる？ニンニクすごくない？ニンニクの味。お肉焼く？そう、リュウちゃんね。あ、そうか、トマホークだ。俺やる。よろしてよ。トマホークどう？いや、あのね、中まで火が通ってるか分かんないんだよね。でもまだ全然だと思う。全然だよね。これ、いく？何？これで。ないよ。うん、トングあるけど。あ、なんかトング掴みづらくない？うん。あ、そう？うん。こういうなかなか変則的な。確かに変則的。これもうバーベキューマスターしか使えない。バーベキューマスターしか使えない。デカ肉しか使えない。こっちもやりやすいよっていう人あんまりいないと思う。普通トングだよ。リュウちゃん、第二印象ってどんな感じだったんですか？あ、俺第二印象ですか？意外にこうだったとかってこと？そうです。あの第一印象はこうだったけど、意外と話してみたら。こうだったというのを第二印象とつけさせていただいたんですけど、これはね、でも第一印象はだから初めてやってます。そう、ね、だから第二印象が2回目とか。そう2回目というか、意外にこうだったみたいな。あ、そう、だから難しい質問するから。第一印象で。第一印象でいい。あ、でも逆に、はい、すごい
なんていうのかな、もう好印象で、で第二印象の時に焼き鳥屋さんで行って、うん、でその時にすごい密のプライベートなことを急に教えてくれたりして、それで、あ、この人は信頼できる人だって思って、だから第二印象で結構もう、あ、信頼できる人だって思えたって感じですかね。これは密って呼んでるんですか。俺はもう密ですね。今度その北山チャンネルでやってみたいこととかってありますか、はい、次回。俺がですか。はい、北山さん来てくれる前提で話してたじゃあ失礼だね。その来ていただきたいなと思って。シンプル嬉しいっすよ今日は。本当じゃあなんか多分あんま覚えてないかもしれないですけど、その前に食事してる時になんかまだ全然北山チャンネルができる前とかに、その YouTube とかで番組とか作ってさみたいな、そこにリュウちゃんとか来てさみたいな、なんかやりたいよねっていつも俺覚えてて、まだ今日はそれがなんか一個実現できたっていうので一個一個ね嬉しいっすよ。一個一個ね。なんかインスタやられてましたよ。インスタ、はい、ライブ出てくれて見てました。見てました。あれ面白かったな。俺初めてさ、うん、あの LDH のさ本社に入るわけじゃん。入った。あ、なんか楽しそうだったもん。あのね、ツアーしてくれたの、うん、LDH 本社ツアーすごい。だからめっちゃ楽しそうだったもん。なんか遊園地に来た子供みたいな。え、いいのみたいな。3回もいいのみたいな。もうアルバム作るのも大変だからね、本当に。リュウちゃんもうあれツアー終わったからちょっとお酒解禁みたいな感じ。いやでもこれから武道館が一個あんのか。また別で あと台北とかもあったりして、あ、それが10月までやってで11月からグループ3代目。そうだよね、うん、うわ忙しいわ。いやでも全然全然もう密に比べたら、いやいや、もうてかもうすぐツアースタートじゃないですか。そうだよ、6日でしょ。そう、俺昨日初めて通したもん。やばいよ、やばいよそれ、やばいよ。でもいい感じにできてます。なんかね、うん、あ、見に来てほしいけどな。行きたい行きたい。この間だった、違う違う、あれと被ってんだよ3代目のライブと。うん、まあ、セットどうぞ。お前絶対やっただろ。やったって、その顔ちょやったって何。絶対こうやろ。飲んでみる。普通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 。あ、普通だ、うん、普通だ。普通でしょ。北半球だ。逆にやってんなっていうのを言うタイミングだったじゃん。あ、分かった。うざっ。もういいいい。ごめんごめん。もういいって。もう一回欲しいでしょ。その後のリアクションの方が辛いんだって。普通になんか酒飲んじゃってるから俺も。もうけどこれが全然大丈夫でしょ。まあまあ大丈夫。全然全然。ちょっと飲む。ね、アルバムね、アルバム記念でやってんな。あ、ごめん、入れてない。ふざけんな。やってますよ。やってない。やってて、いいのやってたね。入れてない。逆にやってた。入れられた。入れてない。一滴も入れてない。今のやってんな。うまいわ、うまい。うまい。うまい。最低だわ。罠にはめんのうまいな。もうグッて止めたよ。グッて。ひどいな。完全罠に入ったから。ひどいよ。入ってません。